三遊亭浄介は、落語協会所属の落語家。本名、浅野なる秋田県小賀市出身。1980年秋田県立小賀高等学校、卒業。1982年、東京デザイナー学院アニメーション科卒業。テレビ局の大道具係、ダイビングインストラクター、印刷関連会社勤務などを経て2004年、42歳で、 三遊亭窓竹に入門。2005年4月、前座となる、前座名は、丹竹。2008年11月11日、二詰め昇進。2020年3月下席より、春風亭はじめ左、三遊亭周太、六代目玉の屋の流勢、三遊亭河川と共に、新内昇進、上介に改名した。生ハゲを題材にしたオリジナルの小話を得意とする。 落語協会の入門制限規約を作った当事者である。師匠の円竹が理事会で丹竹は年を取り過ぎていて何にも覚えられないダメだ。でも弟子として取ったからには愛情もあるし波紋にできない。こういう思いをしないためにも入門に年齢制限を定めたらどうか、と提案した。なお、ジョスケは落語協会会長、竜亭柴と同い年である。 なお、窓畑だけからは、なんて、中途半端なんだ。どうせなら、歓激真打ちだろ。と言われたとのこと。手拭いは、ジョジョの奇妙な冒険黄金の風の主人公、ジョルノ・ジョバーナのイタリアン・ヤングのリーダー、グローのブチャラティのスーツのドット柄をモチーフにしている。ありがとうございます。